そうそう、これだ。おーまいかー、早いね。これ、うん、まあまあ、ボリューアップだね。まあいいや、聞けるかな。すごいな。うん。そんなハンターの才能を高く評価し、共演を果たしたのがイーグルスのギタリスト、ジョー・ウォルシュ、あのスティービー・ワンダー。来日後、昨日も全米で連続チャートイン記録を持つジェイソン・ムラーズの日本公演にゲストとして登場したんです。ここでマリズポイント。そんなハンターさんが音楽に目覚めたきっかけは、2歳の時おばあさんから誕生日プレゼントとしてアコーディオンをもらったことなんです。2歳でアコーディオンを弾き始めたハンターは、4歳の時には20万人の観客の前で演奏するほどの腕前に。かわいいよ。6歳にして作曲も始めていたというんです。そんな彼のもう一つの魅力はその歌詞。Good morning, Hunter. Morning.Oh, sorry. I'm not crazy. Yeah.Doesn't make sense. Anybody else who gets what I'm doing?
seems a while now. Maybe they just did too much. We need to play it safe and now. Let's be crazy. Okay, well done. Well done, Hunter. Sushi. Thank you too. What the?